計画サトルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。神戸花熊にある山県会館が神戸市に差し押さえられたとのことですが、税金だよなそうですね、うん、これは公害にかけられるかなんか言って言うとうけど、うん、そんな滞納したままでおらへん言うとったよ。あ、そうなんですか。井上邦夫組長が税金払わんいうことないわな。そうですよね、払えないっていうほどの金額じゃないと思うんですけど。それは当たり前やが、あの家と別宅見たら。そやけどそこらは中田博次組長との政治的な駆け引きあるやろな、うん、所有権をめぐって今裁判なっとんやろ。そうですね、元は確か井上邦夫組長の息子さんが役員を務める日本環境という会社名義だったはずですが、今は誰の名義になってる。いや、それは分かんないです。ああ、まあ、私も登記簿を見たわけじゃないから分からへんけど、うんうん、税金払った方に所有権の権利があるような、その民事訴訟を言ったらそんな判決を降りる場合あるわな、うん、私も村正会の小山健二に住んどう家とで事務所と明け渡し裁判起こされたけどな、はい、なんか裁判私は慣れとんよ、2回起こされた、うん、なんかそこらへん、まあ、優秀な弁護士お互いについとやろしな。もしこのまま税金滞納が続いて交番にかけられるということは、すなわち所有権をめぐっての争いも消滅するということですよね。まあそうやわな、実際所有権を争うでの裁判が消滅するのも一つの考えやわな。井上邦夫組長としたらそれが狙いじゃないんですかね。まあそれもあるかもわからんな、うん、男の意地言うたらな、うん、このまま購買される方がええかもわからんわな、うん、それはええとこ目つけてるわ私も今ふとそう思った、うん、それといっそなくなってまう方がええやんか、うん、私は、うん、そうかなって思いました、うんうん、中田博次組長が五代目山金組を継がれた時に杯された場所ですよね。らしいな、うん、こういう歴史を振り返ってどう思われますか。私が現役時代19年前かな、うん、こんな裁判なんか起きる余地もなかったわな、うん、でまた分裂なんか言うと夢にも思わんかったわな。そうですよね。会長の苦い裁判の思い出って何かありますか。苦い裁判じゃないけど、初犯で懲役行った大崎組との抗争事件の時に私だけ実刑来たんよ。他のもんは執行猶予よ、うん、その時の裁判で坂本喜一会長が情状証人で出たんよ、はい、で裁判官が大崎組との抗争事件ですが話はついたんですかって聞かれよったら、つきましたってどういうふうな戦いきさつなんですか言ってその話しようはな。で大崎組から慰謝料100万もろたいって言うたんよ、はい、それで私と岩崎正信組で坂本の会長の若者おったんやけど、はい、そらびっくりしたよ。会長何も知らなかったんですか。知らないんだ。まあまあそこらへんな、うん、おかしなことやわな。張本人の私や岩崎正信組に言わんと、うん、坂本会長が受け取ってもたいてな。そうですよね、うん、この裁判で坂本会長に不信感抱かれました。ちょっとだけな、うん、そら逮捕された時に警察と話ができと4倍で返すから言って出頭しとんのに、うんうん、はい、会長の射程の小林秀夫さんとか高島正幸さんも坂本会長の直参にあげるような話にもあったんでしょ、うん、小林秀夫は断った、うん、高島正幸は枝野若氏より沢本の会長の直さんの方がええわな、はい、そんないきさつ竹中正久は親分も知っとるわな、うん、だから竹中正さんなんかまあ私を親分の直さんに推薦してくれた時にお前やったら兄貴というな竹中正久親分の若氏になったらもっと若氏連れれるやろって、はい、それは私についてきと射程を俺の直さんに言うてそんな無茶なことしたらあかんわな。でも会長も結局は竹中正久親分の若い衆になるわけですが、自分の若い衆を捉える気持ちって理解できました。その時に坂本喜一会長は理解できたん違う、うん、普通はこの自分の射程に直して
竹中正久親分の直参杯飲ますわな、はい、そら若しのまま竹中正久親分の杯飲んだんやからな、うん、だから前も言うたかも分からへんけど竹中正久親分私に悟るよってよっちんにおやっさんやったら承知せへんどって言われてましたね、うん、そないって言うとった、うん、それぐらいやっぱり坂本義一会長にしたら私を話したいなかったわな、うん、手足を両方とももぎ取られると一緒やからな。坂本会当時は飲み屋の三日目料など皆会長が段取りされたと聞きましたが、それは坂本会長言ったら温厚でええ人で通っとうから、うん、三日目料出せるようなことよう言わへん。それ私やったら坂本会で面倒見るから言って話はしやすかったわな、うん、悪役しよったんは若しやったら私、うん、で坂本の姉さんも大悪者やけどこの姉さんよ私が若しになった時はまだ頭補佐やったんよ、はい、で頭になってもしのぎ要請なんだわな、うん、なんでその言うたらしのぎ要請金のない人が頭になった言うたら中山清美姉さんが坂本さん言うて頭しとき言うて、うん、金やったらうちが出してあるから言うて、うん、そういうのがあったんよ。金持ってきたで坂本喜一会長いう人は受け取らへんのよ。そうなんですか。その面倒を見て片木の人が30万円持ってくるわな、はい、ほないやいらん言うよ、でもいっぺん言うたことあるんよ、おやすさん言うてなんで金取りまへんねん言ったら、うん、その金もろたらそれっきりやろうがいいって、そんな人やった。それから人気集まるわな。そうですよね。私も人気が良かったんは坂本喜一会長の若者やったからな、はい、せやからまあ悪役する言うたで皆が分かってくれとはな、うん、役だとしての主催やいてな、うん、やけどまあいい人やった、うん、その系譜を受け継いで私は良かったよ。そうですよね。そういえば会長は昨年の大晦日から厚生支援を、そして現在も継続中だということですが、私ずっとしとるやん10年前から。どなたか預かられてるんですか今。今なこの間刑務所出てきて、うん、で私が縁あって預かるようになったんやけど、うん、まあヤクザで言うたら部屋住みやな、そうですね、この子気合うしな、うん、ものすごい一本気なええ子。そら私と、まあ、和歌山県警のある人の合作やけどな、うんうん、この方って仮釈で出られたんじゃないんですか。仮釈で出たんよ。で私刑務所まで迎えに行って今私が引き受けに言うよ。ああそうですか。仮釈切れるまでな、うん、和歌山の法監察署も、うん、竹垣さんが預かってくれる方がええやろ言ってな、まあいろいろあるわけよ、うんうん、元ヤクザなんですか。元ヤクザ。この子はその言うた施設で育って、うん、15の時にその親分に拾われて育ての親やった、うん、もうないけど和歌山の小山十四郎率いる小山組の、うん、射程の岩勝組やよったな。もともとは初め会やったらしい。ああそうなんです。で4代目が東大取った時に直参になったらしいよ。抗争事件とかも行かれてるんですか。うん、山市抗争で行ったやったな。あそうなんですか。松組会の事務所勝ち込んだりとったわ。うん、それからこういう子をな、うん、まあまあ私も更生させていくに家で引き取って、うん、でまた私が日々教えられることばっかりよこの子にはな。やる気を起こさす子や。あそうなんですか、うん、和歌山県警で防水大会の講演させてもらったわな、はい、第28回やったかな、うん、それもやっぱりこの子のおかげかもわからん、うん、和歌山いうとこに縁ができたのはな、うん、では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。
昼の12時に3番線ですか。白鳥のだから何で。いらなかんかな。おっ、さあ、いいか。うわっ、わしな、この京都が好きやねん。ヤクザの生き方も好きなんや。